おいっす。みんな頑張ってるみたいやな一生の古代。まあ結構中世も含んどったけど、っていうのはしっかり押さえたかこっからは中世や。中世の真ん中言うたら、イスラムの続きやな。イスラムの終わり言うたら、四つりに分かれてバラバラになるし。上には、東ローマのビザンツが乗っとるから、ごっちゃごちゃしてるけん。ちょっと復習しようか。まあ復習言うても、ざっくりしたもんやから、詳しくは一生で復習してな。ほな、これが十世紀の状態や。 権力を取られたゴ・ウマイヤにシーア派のファーティマ。アッバースの横でカリフを操るブワイフに、下国城のサーマン。それが村人町に乗っ取られ、サーマンからガズナが出て、この辺から出てきたセルジュークがブワイフ町を倒す。アッバースは一応このバグダードのところにあるで。スルタンを与えてんからな。すると12世紀に村人はムアヒドに変わる。ファーティマはスンナのアイユーブになって、下国城のサーマン系はどんどんインド方面へ。 中国に割をもたらす、あのゴール朝や。すると13世紀にはムアヒドも滅んで、アユーブはマムルークに乗っ取られ、下国上のサーマン系はデリースルタンの奴隷王朝や。まあ、この時はあのチンギスハンのバがでかい国があったから、全く目立ってへんけど、実は、今の中に次の主人公がいてん。この愛あるイスラムを変えた超本人のトルコ人や。実はトルコ人って、一生の9話であったウイグルのことな。 自由の国だけにトートルキスタンを作った人たちは、あれから少しずつ西へ西へって進んで、カラハンやガズナ、セルジュークにマムルークを作っていくね。その中で、この時代力を持っていくのが、小アジア半島にオスマンベイが建てたオスマントルコや。兵隊は基本ティマールと呼ぶ与えられた土地税取っていいよーいうあのイクター制やけど、だんだん国も大きくなってくると、キリスト教を回収させた歩兵の常備軍、インチェリを使うようになって、 都も、バルカン半島のアドリアノープル奪って、そこに移ったんや。本でも、このオーストローをよく見てみほら、青いね。生まれたてで、まだまだ青いから、放たれ坊主や。オスマンどころか、ただのボーイやから、パヤジット一世の頃、ニコポルスの戦いでハンガリーを倒すも、最強モンゴルの復活を企み、チャガタイから独立し、イルハン国をぶっ飛ばしたサマルカンドを都とする、て、えらい説明くさいな。テメラってティムールに目つけられて、 アンゴラの戦いでボッコボコにされて潰れんねん。すると主人公はティムールに交代や。って思ってたら、ティムールの死後、トルコ系のウズベク人がやってきて、あっけなく倒されて、結局ティムールの場所には、イラン系でシーア派のサファビー蝶ができると、もうぐちゃぐちゃ、ティムールの生き残りがなんとか逃れてインドへ行くと、ムガル帝国を建てたんや。ほな、次の主人公は誰じゃい言ったら、あのイモムシが蝶になって帰ってきたんや。そりゃ、 オスマン帝国の復活や。確かにティムールにやられ、一時滅ぶも10年後戻ってきてん。しかも次こそオスマンの名に恥じん国としてや。まずメフメと二世が、いよごちそうさんピザー言うてビザンツ滅ぼして、あの中心のコンスタンティノープルを乗っ取って、都にして名前もイスタンブールにすると、ここはほら、アジアとヨーロッパのアイデアから、アジアにはヨーロッパの珍しいも売れるし、ヨーロッパにはほら、アジアのが珍しくて売れるから、 金儲けに持ってこいなんや。すると、次にセリム一世が、東はティムールの後、幅を利かせるサファビー町を破り、西は、イコウ・稲妻のごとく、言うて、マムルークをぶっ飛ばし、メッカ・メディナを保護、スルタンカリフセをスタートし、これで完全にヨーロッパとアジアを分断。ここ渡るには、オスマンの協力いるから、ものごっつ儲け始めるで。すると、スレイマン一世の時に、とうとう最盛期や。モンハッチの戦いでハンガリーは取るし、 あの、オットセイの国。ドイツの元の神聖ローマ帝国の首都ウィーンも包囲。プレベザの海戦でスペインも蹴散らして地中海を手に入れ。まさに男の中の男。オスマンや。そんだけ強いんやから、国もでかいし、器もでかい。オスマンの特徴といえば、ミッデトにカピチュレーションや。ミッデートは、まあ、ちょっと発音しにくいけど、宗教別共同体言うて、イスラムを押し付けるどころか、信仰の自由や裁判権。 伝統とかを保証してやるし、カピチュレーション言うたら、フランスははじめとする他国の商人に、安全やら免税の特権を与えて、商売むっちゃしやすくしたりするから、鉄則協力でここまででっかくなってな。青かったイモムシ時代からサナギを経て、蝶となるオスマントルコ。ま、あそんなとこやな。ほらまとめいこうか。今回の、まとめは単価となりにけり。オスマントルコ全体の流れ。 オスマントルコは、あのウイグルを祖先とするセルジュークの中から、小アジアにできた国で、オスマンベイ。その半世紀くらい後に、アドリアノープルを奪って、都に住んね。軍隊は、イクター星と、元キリスト教の常備軍、イェニチェリ。パヤジット1世がニコポリスで、ハンガリーを叩くも、アンゴラの戦いでティムールにやられる。これが、青い青虫時代。そして、サナギエ。その後目覚めて、メフメト2世の頃、ビザンツ叩いて、都をイスタンブルに。 セリム一世がマムルーク倒し、スレイマンがプレベザの海戦で地中海を手に、ヨーロッパとアジアを分断、中間マージンでウハウハの時代が来んねん。単価にすると、青いからパニック起こしてあかんこら。目覚めせいすれどう？ってあれ途中で終わってるじゃない。なんか単価的にも雲行き怪しいわね。そうやね。完全に分断してもうたから、ヨーロッパは、 アジアへと別の道を探ろう言うて、大航海時代を迎えていくね。